また5分から10分の間ぐらいでよろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構夏っぽい格好ですね、二人とも。はい、そうですね、春らしさ満開というファッションで歩いてきました。どうでした、歩かれてみて。結構観客の方が皆さんキュッと入ってて、横浜アリーナ初めてだったんですけど、嬉しいですね。嬉しい、元気もらえるね。他のファッションショーとの何か違いとかって感じますか。どうですか。でもやっぱりブランドが違うっていうのはまずありますね。着れる洋服が違うっていうのは、なので私たちも毎回本当にあ、なんかいいブランド着れて嬉しいなって、あ、春のトレンドってこんな感じなんだって逆にお勉強させてもらってる感じです。ちょっと大人っぽいようなコレクションって感じですかね。そうですね、そうですね。すごくあの10代の子向けの若いファッションもありながら、うん、ハイブランドも揃ってるから、すごく着応えも見てもらう方も楽しんでもらえるかなと思います、うん、もしかしたら今日のモデルさんの中で最年長ですか。はい、多分ずっとそうです。そっか、年齢のこと気にしたことなかった。最近ずっと最年長って感じですか。そう、そろそろ来てるなとはずっと感じてました。来てる。来てる。来てる。いや、そうじゃん。そうですよ。どこら辺に全然若いように感じるんですけど。それは、まあ、後でチョコあげます。今日はバレンタインデーだからね。いや、もうじゃああれですか、もう結構楽屋とかでもあのいろいろ後輩のモデルさんとかがもうおはようございますとか挨拶しに来るとか、そんな来てくれるよね。うん、でも普通ですよ、ほんと敬語とかもないしね、うん、優しいみんな。舞台裏とか結構着替えとかでこうバタバタってする感じがあるし、あ、で今回は恵まれていてそんなこともないですね。ゆったり着替えて、うん、でちゃんと本当細かいところまでチェックしてステージに出られる感じが多いです。で中村アンさんとかそのぐらいの後輩とかになんかパン買ってこいとかそういうのあんじゃん、あんじゃないですないですけど、そうですね、でも絶対ないよ。ないあんじゃん、ないよ。私が買いに行きます忙しそうだから。そうですね、まあ、先ほどお話出てましたけど、バレンタインデーですけども、チョコレートは旦那さんとか。あ、私来ました。今日はね、長いから夜。はい、どんなどんなお渡しになった。ちっちゃいチョコレートとプレゼントで。わー、はい、渡してきました。プレゼントって気になりますね。もし、なんとなく聞いたら気になっちゃいますよね。今年の春着れそうなシャツです。おー、ファッションなんですね。ファッションですね、はい。え、なんておっしゃってたんですか、ゆうまるさんは。あ、ありがとうって言ってました、はい、割と普通な感じの。まあそうですね、まあ、朝から渡したんでびっくりはしてましたけど。チョコレート手作りですか。ではないです。今日どうですか、チョコレートとか、はい、なんかあのブログの方にケーキ作ってらっしゃるのがされてますよね、はい。これどなた用なんですか。あれはスタッフの人ですね。今日、そうですね、お仕事でたくさんの人に会うので、あの、まあ、いわゆるこのショーのではない人もいます。え、この後予定とかお二人ないんですか、このショーの後。私はお友達と食事です。そうなんですか、はい。どうですか、多いですか。私遅いから、あんま何も考えてなかったですけど。遅くなっちゃうね。まあでも誰か男性にプレゼントしたりとかしないですか。いや、皆さんどうでしょうね。ないかね。でも去年とか会見の時にはもう来年ぐらいにはなんかそういう汗作らなきゃいけないとおっしゃったと思うんですけど、はいはい、なかなかうまくいかないって感じですかね。ああ、うーん、まあ何て言えばいいんだろうね。でもちょっといらっしゃっていらっしゃるんですか。本命チョコは作られたんですね。あ、本命チョコはうまい質問ですね。あ、でも、でも気持ちは
全部本命ぐらい入ってますと言っときます。はい。